な。インビールは麒麟炭酸にございますが、こちらいたしましょうか。お願いします。はい、こちらカバリチン青魚です。こちらカボチャになります。カボチャです、どうぞ。後で、はい、後で、はい、今のボティカですで、100円です。
塩津雄介、VAR 笠原弘樹、アシスタント VAR 和杉俊幸によって行われます。まずは白とグレーのユニフォーム浦和レッズのスタッフラインナップです。背番号1ゴールキーパー石川俊幸、背番号24ゴールキーパー熊本ゴールキーパー、背番号28ゴールキーパーアレクサンダー俊幸、背番号4ゴールキーパー今田美香、背番号14ゴールキーパー大畑美香、背番号15ゴールキーパー秋元孝也、背番号19ゴールキーパー岩本、背番号13ゴールキーパー伊藤敦樹、背番号17ゴールキーパー荒木俊彦、背番号8フォワード小池凛吾氏、背番号19フォワード松尾裕樹、続いて1番目の選手です。背番号12ゴールキーパー清水海也、背番号20ゴールキーパー知念哲也、背番号14ゴールキーパー関根哲也、背番号27ゴールキーパー松川裕樹、背番号40ゴールキーパー平野隆一、背番号21フォワード大久保フォワード、背番号33フォワード江坂あかり、監督はリカルド・オドリです。背番号2ディフェンダー、ユーザー
そしてアビスパ福岡を率いる監督は
誰の先発待ち。でも待ってる間についちゃうから。そう、もうちょっと引く。